ここからは ABC 交通情報です。ジャティックの大塚光子さん、お願いします。はい、こんにちは。早朝から気温が上がりません。大阪吹田の気温は現在も0度を下回っています。雨や雪で路面が濡れると凍結する恐れがあります。幸い関西では今のところ通行止めや滑り止めをつける規制も出されていませんが、寒波は明日にかけて続くと見込まれますので、今日だけでなく明日朝のお出かけにも十分気をつけてください。現在中国道で滑り止めが必要なところは岡山の津山インターから西側です。徳島道や高松道など四国の高速道路では通行止めのところがあります。一方、阪神高速の渋滞は1箇所、神戸線の西行きが港川ジャンクションで5キロの渋滞です。今夜から始まる神戸山手線の工事に伴う作業の影響です。神戸山手線の港川ジャンクションと白川南の間の上下線はこの後深夜0時から2月8日の午前4時まで昼夜通して通行止めになります。高速吹田センターからお伝えしました。大塚さん、こんにちは。はい、こんにちは。ね、まあ、ちょっと気温の方がぐっと下がってきまして。そうですね、今ね、関西空港の連絡橋がモニターで見えるんですけど、はい、もう海がね見えないんですよ。もうもやってしまって真っ白で、ちょっともうだんだんと降りそうな感じになってきましたね。まあ、明日の朝にかけて、はい、これからまあ雪の降るところもあるだろうし、そうね、路面の凍結というのも考えられますから、はい、特に一般道路は凍結防止剤をなかなかね、まめに巻かない管理者さんがね、そうですね、巻いていただけるところはあるんですけれども、もうご自身のご判断でっていうところが強いですので、そうですね、はい、お気をつけください。はい、気をつけてください。さあ、まあ、この間のサッカーもそうやし、今日の今のねラグビーの試合もそうなんですけれども、はい、我々こう見る側からしたら、はい、一辺見たらもう最後まで見てしまう、何時であろうが見てしまう、聞いてしまうという ね、はい、ところがあります。もう大塚さん、これ一遍やりだしたらもうなかなかこれ終われへんみたいなもんってなんかあるんですか、なんかこれ。そうですね、私結構ネットサーフィンをすると、あ、長いこと朝まで、はい、ずっと朝まで、朝までやってますね。サーフィンしはるんですか。しますね。海は行かないんですけど、ね、夜の海と、まあ、ネットの中ですね。そうか、ネットサーフィン、あと飲み始めたらなかなか止まらない。あ、そうですね、プシュプシュってやっちゃいますね。やってますね。はい、というわけでございまして、今日も曲の方用意させていただきました。ありがとうございます。ご準備の方はよろしいでしょうか。はい、お願いします。ミュージックスタート。このイントロ懐かしいと思いませんか。私はドラムのリュウちゃんが好きでした。止まらないんですよ、切ないロマンティックは。 CCB ロマンティックが止まらない。まさか大塚さんがドラムの、ね、リュウさんのファンだったとはね、ドラムボーカルのリュウさんのファン、ありがとうございました。リクエストもいただいておりました。大阪市住之江区からラジオネーム米ピカソさん、ありがとうございます。お送りしたナンバーはココナッツボーイズCCB でございますね。毎度お騒がせしますの主題歌でございました。ロマンティックが止まらないでした。